はい、さて皆さんこんばんは、今日は4月の4日、水曜日ボギーチャンネル、私日本の頃参議院比例第4支部支部長のポッキーテトコンでございます。今夜も、はい、お忙しい中、ご視聴に来ていただきまして誠にありがとうございます。最近、とある噂でははい、マスコミ関係の方も見てるらしいんですけど、はい、何を期待してるんですかね。はい、私の失言なんか記事にもならないと思うんですけど、多分私のところに、有名な政治家の方々が来て何か変な書き込みをすると、それをあげつらってまた記事にしちゃうという、最近の沖縄の新聞の記者のレベルっていうのは、Twitter とか Facebook を覗き見して、それを、本人にも確認を取らずに記事にするという、本当に学級新聞以下のことをやってますからね。記者が足で稼ぐっていうのは昔の話でございまして、今の記者のレベルの手いたらくは目を追うばかりと。ただ中にはやっぱり本物もいますよ。はい、私が非常に共感している琉球新報のケイ記者、今偉くなってますけど、彼はもう右とか左ではなく、まさに、読者の心をどうわしづかみにするかというハートフルな記事を書くことに非常に不信をしておりまして、もう一生懸命あちこち走り回ってましたね。はい、これが名護の支局にいる時には私ドーナツ持って遊びにも行ったぐらい本当に仲良くさせていただいております。今でもその信頼関係は揺るぎはありません。それと皆さんが不具大典の敵だと思っている朝日新聞、はい、朝日新聞、おかしい記者も確かにたくさんいますけど、中には、本当に正義感の塊のようなまっすぐな記者もいます。特に私が懇意にしているT さんという記者は、自分自身で僕は左翼ですからと堂々とカミングアウトする非常に楽しい方でございまして、そう言いながらすごい私と、いろんな話腹割って話できるんですよね。前にもお話した通り、この Tマの近くで左翼集会があった時、私が、亀のようにですよ、はい、いじめられて追い立てられてるのを助けてくれたのはこの T さんでしたけど、その時に沖縄西の記者は私の写真を撮りながら笑ってたっていうのがあまりにも対照的だなと思っております。さて、今日もあっという間に100名以上の方々が見えられておりましてありがとうございます。喋ってますと皆さんのちょっとコメントを読みきれなくて、セレナさんからニラでございますね。ニラですよって、やっぱり基本は皆さんニラだと思いますよ。ニラ、沖縄ではニラはもう本当に当たり前のように、売られておりますし、値段もそう高くないですね。今日私が見に行ったニラは、確かいくらでしたかね。これがちょっと皆さんにお見せしようかな。じゃあ映ればいいんですけど、はい、1束70円でしたね。ニラが1束70円でございまして、結構リーズナブル。画像で言いますと、こういう感じになりますかね。出てこない。どこに行った？はい、多分ここに来てるんじゃないかと思いますけど、1束70円で売られたニラ、本当に美味しそうでしたけど、さあ画像が出てこない。どこに飛んでったのか分かんないという4月3日のところに行ってますね。それと島らっきょうが1袋280円ぐらい、はい、1束70円です。カータンさん1束結構入ってました。あと島らっきょうが1袋そうですね、1袋200確か80円ぐらいでしたかね。結構リーズナブルな値段でございまして、これだったら買って食べてもいいかなっていうふうに思う方もいるんじゃないかと思っております。さて今日はですね、先ほどレベルの低い記者という話をしました。それに関する話をしてみたいと思います。今夜のテーマはこれでございます。はい、今夜のレート12ラン70円でございます。まるまるさんありがとうございます。今夜のテーマはネット右翼ネット右翼ですね。はい、もうあちらこちらでよく聞かれる言葉ですし、尾長知事、はい、尾長知事もね、口からネット右翼っていう言葉をほざいてました。本当にすごい。で、最近はなんか新聞記者が自分はネット右翼でしたということでカミングアウトをする人もおりまして、この方でございます。当然うちなんちゅではない方なんですけど、この方がインターネットの中で今すごい話題になっておりまして、コラムの中で私はネット右翼でしたということで出だしから始まったんですよね。榎本さん、そうですね、カータンさん、こういうのマスターベーションっていうんですけど、読みました？皆さん、ネット右翼です。はい、ネット右翼。いやー、すごいですね。記事を今日ちょっと皆さんにご紹介していきたいと思うんですけど、はい、このね、塚崎昇翔平記者、26歳、若いですね。はい、これすごいんですよ。ネット右翼でしたというタイトルのコラムがすごい人気になっているということで、琉球新報の記者がネット右翼だった過去を告白する内容はネットでの反応を見る限り大きな関心を呼んだようです。なぜネット右翼だった彼が琉球新報の記者になったのでしょうかと。はい、ネット右翼、はい、ネット右翼、2つネット右翼って出てきましたね。すごいですよ。もうどんどん出てきます。ネットで考えを固めていた高校時代ということで、はい、ここだけで1、2、3、4、5、さっきのところで2つあります。ここだけで5つ。はい、なぜコラムにネット右翼だったということを書こうと思ったんですかっていうことで、はい、で下の方、琉球新報社内では、自分はネット右翼だったと公言しているのは私ぐらいだなと思ったんですと。なぜ自分がネット右翼だったのか、そして考えが変わったのはどうしてなのかということを伝えたいと考えましたと。普通こういったのは記者がじゃなくて一般の人に取材する話だと思うんですよね。玄ちゃんなんか堂々とカミングアウトしてますよ。自分は左翼でしたと。源ちゃんは、はい、ここで、琉球新報の記者の、ね、ネット右翼の定義っていうのがどんどん見えてきます。はい、学生時代、私はネット右翼だったと書き出しています。なぜ自分をネット右翼と定義したんですかっていうことで、はい、こっちね、ネット右翼という言葉も定義もきちんと定まっているものではないと思いますと。はい、定義も言葉もきちっと定まっていないのによくもこんなにいくつもネット右翼っていう言葉をね、連発で書くなと思います。ただ私が思うネット右翼の定義としては、はい、ネット右翼の定義としては現場に行かないと。はい、現場に行かず主にインターネット上での情報を自分の考えを固め右的な考えをネットで発信するというものではないかと考えました。そういう意味では自分はネット右翼だったと思っていますということで、いやー、これ面白いですね。ネット右翼、現場に行かない、インターネット上の情報で自分を固め、そしてそれを発信するという、いや現場に行かないっていうんだったらカータンさんとか私とか、はい、沖縄パイオク愛好会の所長さんとかね、宮城さんとか、はい、HK 仮面とか、みんなネット右翼には当たらない。はい、株主さんもそうですよね。はい。いや、すごいですよ、学ぶ遊ぶさん。まあ、これが琉球新報の記者のネット右翼の、まあ、定義なんですよね。いや、これがどんどんいろいろ続くんですよ。はい。これまた皆さんにお見せしていきます。いや、これ面白くてね。はい。次いっちゃいましょうね。トン。自分がネット右翼だと感じたのはいつ頃ですかっていうことで。はい。自分がネット右翼だと感じたのはいつ頃ですかっていうことで。小学生の頃はイラク戦争に反対していた覚えがありますと。いや、この方、小学生の頃にイラク戦争に反対してたからネット右翼ですか。まあ、その後明確なきっかけはありません。高校時代まで大分で暮らしていましたが、今考えると高校の後半ぐらいからいわゆるネット右翼のようなことをしていたと。ネット右翼、ここでもネット右翼っていう言葉がまた出てきますね。はい。イラン・イラク戦争。すごいですね。小学校の頃、イラン・イラク戦争に反対をしていた。月さん、激おこぷんぷんでございますね。はい。自衛隊の航空ショーに出向くなど、戦闘機や戦車など、ミリタリーに関するものに興味がありました。いわゆるミリタリーオタクということで、ミリタリーオタクがネット右翼になったと。これってちょっと違うんじゃないですか。ミリタリー好きの方々、右翼なんですかね。じゃあ、中共とかね、ロシアなんかはどうなんでしょう。北朝鮮とか。やっぱりミリタリーたくさんありますよね。それをやっぱり扱ってる人たちも右翼なんですかね。そうです、RSVP さん。はい、ミリオタは右翼。すごいですね。宮崎駿さんもミリオタ、右翼。右翼でございます。すごいです。いやー、すごいというか、なんていうか面白いですね。自分の場合はミリタリー好きが関係していたのだと思っておりますと。いやー、そうですね。ゴルフはボギーペースさん、自称中学生が左翼を思い出しますねと。まあ、かなりおかしいとみんなに思われてるらしいですよ。いろいろ情報が入っております。はい、どこの学校かも大体分かっておりますけど。いやー、すごいですね。そう、最高等さん、そこが浅いというか、あまりにもちょっと知識が浅すぎるなーっていう風な感じですね。はい。そして琉球新報について尋ねられています。琉球新報についてどのように、思っていましたかっていうことで、ちょうど大学時代に東日本大震災があり、米軍の友達作戦に共感を覚えていました。まあ、その共感を覚えるっていうのは別にね、右とか左ではなくて、我々とね、同じ日本人をやっぱり助けてくれるその崇高な行為に対して感謝をしたのは右も左も関係ないと思いますよ。はい、琉球新報は友達作戦について米軍が自分たちの宣伝活動に使っているのではないかと思われるような論調で報道していると受け止めていました。いや、その通りじゃないですか。はい。いや、その通りですよ。その通り。現場の人たちは頑張ってるのに何を考えてるんだと怒り、そういう思いを自分のツイッターに書き込んだ記憶がありますと。さあ皆さん、この方のツイッター私探したんですけど、見つけきれません。はい。この方が、ね、ネトウヨだったっていう証拠を探しているんですけど、ないんですよ。そう、人道的な活動イコール右翼。はい。現場の人たちは頑張ってるの。怒った。自分のツイッター。いや、ツイッターそのもの見当たらないんですよ。いや、ないものをね、あるなんて、これどうなんでしょう。そうですよね、ラプタさん、決しても誰も気づかなかったと。いやー、これすごいですね。ツイッターに書き込んだ証拠も何もない。彼らがよく左翼が言う手があります、ね、根拠を出せ、証拠を出せ、それを私彼に言いたい。そうですね、想像の世界っていうこともないとは言えないですね。はい。県民大会に参加した時、ネット上のデマが現実離れしていると感じたと書いていますけどっていう質問に、反対運動をしているのはお金をもらった人々というデマですと。だから我々は全員がもらってるとは言っていません。乗り越えネットは堂々と5万円支給しますというふうに書いてるじゃないですか。5万円支給しますと。あれってお金じゃないんですか。支給しますっていうのはもらったっていうことですよね。そして沖縄に行って反対運動に参加してくださいっていうことは、反対運動をしている人ではないんでしょうか。だから我々はもらっていいと言ってます。もらっていいんですよと、労働の対価としてもらっていいのに、なんでここまで意固地になって、ね、嘘をつくんだろうというふうに、〇〇さんから芝木隊は日当3万円と言ってるということで、現場に足を運ぶと現場を見てない人が言ってるんだなということが分かりましたと。いやー、そうですね、中佐、その通り、へりきち反対協の足富さん、1万円、ね、行動費払ってますよって、タイムスに書いてますよ。新報、取材してないんですか。いや、猫パパさん、特納にいらっしゃありがとうございます。はい、タイムスさんはちゃんと書いてます。1万円もらってると。乗り越えネットは5万円もらってます。はい、組合に至っては、ね、有給取って、交通費として5000円、はい、弁当も出してます。全日労に至っては、代々木公園でホームレスの方々を集めて、弁当と飲み物は出すので、座り込み、更新に行きましょうと誘ってます。弁当と飲み物はお金で買ってますけどね、はい、いや、私、この人と話をしてみたいなと思っています。はい、楽しげに歌を歌ったり踊りを踊ったりして楽しげな雰囲気に包まれることもあります、文章力ちょっとおかしい。楽しげっていう言葉を2つ使うのはちょっと記者の方はどうなんでしょうね。はい、ちょっと文章力問題ありかなと思っておりますよ。そしてここ、はい、ニュース女子について、高江の現場について、中国人はいるわ、韓国人はいるわと伝えていました。番組を見て本当に現場に行ったことがあるのかと怒りを感じました。いや、私、逆にこの記者、本当に現場に行ったんですかね。はい、現場に。現場に行くとハングルのですよ、横断幕いっぱいありますよ。ね。だって、高江の N1 裏ゲートなんか、招待所にハングルの大きなね、バーナー飾ってあったじゃないですか、ね、在日の方もいっぱい来てますよ。何のつもりやなんて関西弁喋ってるのは在日のパクさんじゃないですか、あれね。他にも中国人いますよ。中国人もただあんまり目立たないだけでね、観光客として来てるのもいるんですから。ただ昔だったら信じてしまっていたのではないか、もしかしたら喜んでその主張に飛びついていたのではないかと思いますと。いやー、これすごいですね。そうそう、今中佐が中間どころか全世界から来ていると、ね、アメリカからもカナダからもいっぱい来てますよ。あっちこっちから来てるじゃないですか、ね、なんで中国人いわゆる韓国人はいるわだけを必死になって否定しようとするのか。でこれ面白い、両論兵器について。はい、両論兵器について、昔は双方の意見をしっかり書くべきだと思っていましたと。いや、マスコミっていうのはこれ当たり前じゃないですか。両論兵器っていうのは、ね、これ当然ながら両方の意見をしっかり書かせて判断は、県民市民に任せるところが、この方は琉球新報に入ってこういう考えに変わった。圧倒的に力の差がある中で両者の中間に立つということが本当に公平なのかということだと考えるようになりましたと。もう一回言います。圧倒的に力の差がある中で両者の中間に立つということが本当に公平なのかということだと考えるようになりましたと。いやすごい圧倒的な力の差ですか、皆さん。圧倒的な力の差、はい、圧倒的な力の差。じゃあこれは何と言うんでしょうか。ドン。沖縄においての絶対的な権力者はオール沖縄共産党と革新政党ですよ。はい、だって県知事もオール沖縄、県議会もオール沖縄ね、オール沖縄の市議会たくさんあるじゃないですか。つまりね、県政がオール沖縄、つまり新聞社が応援している人たちが権力を持って権力者なんですよ。ところがね、なんでその権力者に寄り添った報道をしてるんですか。もうこの人この時点で思いっきりもう理論が破綻してます。はい、破綻してる。沖縄においての絶対的な権力者オール沖縄共産党と革新政党なんですけど、これをね、この方はこう言ってますね。圧倒的に力の差がある中で両者の中間に立つということが本当に公平なのかということだと考えるようになったと。いやー本当に、だったら少数派と言われている基地賛成派容認派に寄り添うのが本当ではないですか。なんで反対派にこの方は寄り添っているんですかね。はい、とっても私不思議に思っております。はい、次。ネット右翼だったと言ってるのは嘘だろうというような批判もありました。批判。そのね、批判をやはり本人が自分で証拠を出して払拭すべきだと思います。ね。はい、はい、ネット右翼でしたっていうのはネット右翼だった証拠にはならない。ネット右翼だったという証拠を出さないといけないんです。記者がここまで書くんだったらね。はい、だって、ね、あなたネット右翼なのか嘘だろうって言ったら、いや僕はネット右翼でした。これが証拠ですと。もう本当にね、もう打分というか、もう理論破綻してる。ね、根拠も何もない。まるでどこぞの追軍、売春婦が私日本軍に何されたのよって言ってるのと何にも変わらないレベル。はい。そしてね、こういうことも書いてます。シールズの元メンバーというような指摘もあります。私は大学院生時代、ユンタクルー。はい、ユンタクルー。このユンタクルーっていうのは、警察とか海保にいたずら電話をしようと呼びかけている反社会的集団。そしてね、基地の前で反基地活動してカレー食ってるような連中ですよ。それに参加しているネット右翼の方々が極左と一緒に参加する。どうでしょう皆さん。あ、モンドさんどうもありがとうございます。はい、法を犯しているような連中に、ね、共感を覚えて参加をしてネット右翼でした。いやこれネット右翼に失礼ですよね。シールズとかユンタクルーに参加してネット右翼、そうです、榎本さん、そんなにネット右翼おらんだろうということで、そしてシールズのメンバーでもないと、ユンタクルーのメンバーでもないと、でも参加はしていたと。それってネット右翼と関係ない話。そしてこうして正当化してます。もしシールズの元メンバーだったとしても特に問題はないと思います。いやあなたはね、あなたは何のね矛盾もないと思ってるかもしれないけど、一般社会からすると、ね、シールズとかユンタクルーってのは極左ですよ。極左、極左の中にねいながら自分はネット右翼ですと、ね、学生時代ネット右翼でしたと言えるシールズのメンバーってネット右翼なんですか。皆さんどうなんでしょう。ユンタクルーっていうのはネット右翼なんですかね。はい、いや本当にすごいですね。そして下の防線、対話は、ね、意味がないものではないと気づかせてくれたのもありがたいと。意味が分かんない。私たちは常に対話を求めてます。この前のあこちゃんみたいにね。ところがね、対話しにしようと言ったら、お前たちの来るとこじゃない、帰れーって言って。でも皆さんどうです？彼のネトウヨだったツイッターの書き込みとか、名前とか、行動とかありました？もしシールズとかね、ユンタクルーの中に名前があったら、それはネトウヨと言いません。パヨクと言います。パヨク。はい。もしそれでもネトウヨだって言い張るんだったら、シールズもユンタクルーもみんな右翼なんですよ。そうですよね。いや、本当に久しぶりに新聞記者として呆れ果てるような記事を読まさせていただいております。はい、次。人の思想を左、右にレッテルを貼って分けることには違和感を覚えています。と言いながらネトウヨって言ってる。ネトウヨクと言ってます。何度も何度も。人の思想を左、右にレッテルを貼って分けることは違和感。違和感があるのに本人はネトウヨ。ネット右翼、ネット右翼と言ってますね。はい。自分と違うスタンスにいる人たちに対しても意見を言ったり、意見を聞いたりすることは意味のあることだということを感じてくれた人もいると。いや、私そのようにやってますよ。ね。私やってますけど、私もネトウヨですかね。はい。こうやってね、違う意見を聞いたりね、対話することをね、極端にやっぱり嫌がって排斥するのは、この方がいる側の左翼の方なんです。そう、ゴルフはボギーペースは稚拙でございます。全くその通りだと私は思っております。もうどんどん話がおかしくなってきます。今更ですが、ネット右翼、ね、右とか左ではないって言いながら、ネット右翼っていう言葉を何度も使います。もうこの文章だけで20個以上出るんじゃないですか。はい。一つのレッテル貼りになるでしょうと。それをあなたはやってるわけなんですよね。はい。そんな言葉こそが対話の機会を遠ざけている要因の一つかもしれません。つまり琉球新報は、左翼以外とはもう対話をしないということを言ってるわけなんですよね。はい。ネット右翼だったと自認すること自体。ネット右翼だったと自認する。いや、これネット右翼かどうかっていうのは本人が辞任するんじゃなくて、この方がどのような活動をしてたのか、それをね、周囲の人たちが見て判断するんです。例えばあんだけボージャーさんはネット右翼だ、沖縄ネット右翼三大右翼の一人だと評価する。これ評価なんです。ところが自分でネット右翼だったって言って誰が認めますかということです。ネット右翼だったって言うんだったらね、ネット右翼と言えますっていうのは証拠になりません。自分でちゃんとそれをね、やっていただきたい。レッテルの防衛。はい、ネット右翼と言ってる時点で、あなた自身がレッテルの防衛になってるということでございまして、本当にこれが新聞記者の記事かなと思っております。まあ、結局、これですね。左翼がネット右翼と叫ぶとき、デマだと発狂するときは敗北宣言。左翼がネトウヨと叫ぶとき、デマだと発狂するときは敗北宣言。はい。これね、結局は、この記者、もうネット上でのもうこの事実に抗いきれなくなって、苦し紛れに自作自演のネトウヨ談義を発表して、思いっきりこれでマスターベーションしちゃったのかなと思います。そうですね。カメムシでございます。まあ、このような、方が新聞記事を書いてるわけですから、まあ、そんなレベルなんでしょうね。はい。ということでございまして、このフリップはまた後でツイッターとかに載っけますんで、皆さん、どんどん使ってやっていただきたいと思います。ということで、今日、本当に他に喋ることあったんですけど、ネトウヨ談義で思いっきり盛り上がってしまいました。さて。私はネトウヨですか、それともパヨクですか、それともゲルですか、それは皆さんにお任せしたいと思います。ということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。皆さんも最後までありがとうございました。では明日またお会いしましょう。